日産自動車大学校は近藤レーシングとの共同企画で GT3 に参戦しました。これは真の車好きを育成することを目的としています。学生はテクニカル、マネジメントの各担当に分かれてレース活動に参加し、技術力とコミュニケーション力の向上を図っています。やっぱり学生なので、どこまでできるのかなっていうのが正直な気持ちだったんですけども、うちの工場にいるプロのメカニックの、からの報告によりますと、割と、自分たちが思っていた以上にですね、熱い気持ちがあって、すごくよく動いてくれると、中にはもう本当に、すぐにでもですね、うちの工場で、働いてほしいというぐらいの、学生がいるという報告も受けているので、ますます楽しみになってきました。学生の皆さんが結構テキパキやってくれたので、土曜日も走れて日曜日も走ることができたんで、すごいみんなテクニカル領域の方はすごい一生懸命やってくれたし、マネジメント領域の方もすごい裏で暑い中頑張って動いてくれたんで、すごい助かりました。今、ご紹介したように、日産横浜自動車大学校では、整備士になるための、知識、技能、そして実践的な教育に加えて、今回、近藤レーシングとの共同企画を行いながら、真の車好き、そして、プロの、技術、その緊張感、責任感というものを学ぶ、そういう教育プログラムを用意しています。ぜひ皆さん、日産横浜自動車大学校に入学して、この貴重な経験を生かして、優秀な自動車エンジニアになっていただきたいと思います。日産自動車大学校学長の野村です。皆さんこんにちは。日産自動車大学校は全国に5校あります。栃木、横浜、愛知、京都、愛媛と、全国に5校あります。今回の近藤レーシングとの共同企画、これは全国のサーキットで、次々と試合が行われます。ですので、最寄りの学校から学生が、サポートに、駆けつけて、いろんな作業をいたします。この企画は、真の車好きの人材を作る、それから、プロになるためのさまざまな経験を積みます。日産自動車大学校5校全体で、これが学べますので、皆さんぜひいらしてください。